もうダメだ、炎上した。ひげおやじさんのいつもの得意のモノマネが見たいです。ゆき、頑張ったね。ひろゆきさんとうり二つの性格の旦那氏操縦方法を教えていただきたいです。僕もひろゆきくんをなんか持ってきたいとか思ったことないしね。こんばんは、ひげおやじです。おゆうぷる。はい、今週もお疲れ様でした。乾杯。こういうこと言うの、本当に良くないと思うのは理解してるんですけど、やる気ないよね、今日ね。今日やる気ないね。大変。カード会社の方が止めてる可能性もありますからね。そこも合わせて確認した方がよろしい。はい、俺のことはいくら言ってもいいよ、西村くん。ね？西村くん。俺に対して言うのはいいけども、だから視聴者に牙を剥くな。本当に。本当ダメだっつうの、本当にね。みんな自覚ないんだ、自覚ないんだから、みんな頭おかしいことにね。まあちょっと C でね、騙せるうちは騙そうね。これは俺とひろゆくんの約束だね。騙せるうちは騙しとこうね。本当に、ああもうダメだ、炎上した。ああもう終わった。もう何が僕は炎上しないんですよだ、本当に。お前こそ炎上しろ、もうちょっと。ということでございまして。まあそんな流れの中でありますけれど。相談乗っていただいてありがとうございます。いやいや、本当ありがとうございます。本当に。またなんか言ってんな。ひろゆきくんが、なんて？ひげおやじさんのいつもの得意のモノマネが見たいです。ということで。あ、ごめん。ちょっと画面の半分が今埋まってたわ。申し訳ない。今ね、すごい顔真似してますよ、今。僕、君の顔真似。ね、本当に。とんでもない顔真似してるんですけど、今見えてますかね。いや、ほんと。見せたいわ。ここまでにしときましょう。はい。はい。ということで。暇なのか。暇なのか、西村くん。何なんだ、君は、今日は。あれか？あはん、かまってちゃんか。なんだ、あいつは、ほんとに。ニシムは何か書いてる？ニシムが何か書いた？ひろゆきくんが無事に帰ってきたら、肉を食いに行きます。牛市場にね。ただ、それだけじゃないです。残念ながら。あ、見つけた。はい、現行犯。はい、現行犯。まあ、とりあえず食ってきます。断られなければ。断られなければ。わかんない。まだ断られるかもしんないし。だからお前、困るじゃん。もしこれで不成立になったら。だからまあまあまあ、わかんないけどね。ということでございまして、ただしだけじゃないです。行ってくるだけではござんせん。はい、そこでもちょっとした、いや違う、僕にとっては大事な発表があります。もう本当に申し訳ない。だからまあ僕の、まああれだよね、まずは結婚報告もそうだしね、やっぱりこう脱アイドル宣言とかね、あとはまあ西村博之氏のね、やっぱ政治出馬、ね、緊急発表会ですね。やっぱりこうね、僕らとしてもやっぱりこう国政に打って出るタイミングがついに来たということでね、ぜひぜひ、まあ一体どんな話が出るのかね、ちょっとしたでも真面目な話発表もございますので、興味がある方はぜひ見に来ていただければと思います。いやー、今年の雷神ひげおやじひろゆきの試合楽しみっす、ということで。そうですね。まあ、僕らも、やっぱり、雷神ね、やっぱり、まあ、出ないわけにはいかないと。まあ、開始1分は、お互い牽制し合っての、からの、そうですね。まあ、多分、劇的な幕切れ。ひろゆきくんのハイキックに対して、僕が、まあ、バックステップで、紙一重でかわした後の、デザートイーグル1点。ね、これで。決まり手としては、だから、銃刀法違反だよね。いろんなね、こう、彼のハイキック、ね、僕のデザートイーグル、いろいろあったけど、最終的な決まり手としては、銃刀法違反で僕の負けっていう、いろいろ頑張り抜いた次男に、ヒゲさんの優しい声で、勇気頑張ったね、と一言お願いします、ということで、改めてお伝えいたします。勇気頑張ったね。おめでとうございます。本当におめでとうございます。
ひろきさんとどのような関係なのですか、好きなんですかどうなんですかということで、あのただれた関係ですね。まあ、あの正直言うと、まあ、席も入れてないのでちょっとこういうことを言うのは、まあ、内縁っていうんですかね。うん、友達です。はい、おそらくは、はい、ただまあ基本的にビジネスライクの関係なので、まあ特定の感情があるかと言われたら殺意ぐらいですかね。なのでほらやっぱりね、やっぱ勇気見てるかな、まだ勇気見てるかなまあ強いて言うと、勇気が寝てくれてたらいいな、もうこれ以上聞いてなければいいなって思ってます。はい、まあそうですね。じゃあどうなんですかと言われればズブズブです。はい、申し訳ない、本当にもうズブズブです。そこでちょっとご理解いただければと思います。はい、銃口を向けた向けられた関係値ですよね。ね、あ、よかった、ユキ寝てる、ユキ見ちゃダメだよと。基本的には僕の配信をご視聴なさっていて役に立つことは何一つないです。ご安心ください。あ、聞き逃しちゃったとかね、あ、今のもしかしてなんかいいこと言ってるみたいなことがもしあったとしたらご安心ください、ないです。おそらくこのね半分ぐらいの方も寝てます。はい、だから僕の度数落ちないんですよとにかく時間をドブに捨てたいっていう、いわゆるもう高所得者の方々ね、この2時間だけでも脳を使いたくないっていう高 IQ の皆さん、そういった方しかいません、ここには、ね、中曽根総理、ヒゲ総理とかね、もう眠そうですね。はい、もう半分、もう脳がほぼ動いてないですからね、ご安心ください。もう間もなくです。あなたは間もなく夢の世界に行くはずですから。ヒゲさん、皆さんこんばんは。こんばんは。昨日ひろゆきさんとうり二つの性格の旦那氏、あ、久々に大衝突して私が撃沈しましたが、その後とりあえず和解し、旦那様はひろゆきを飲ませることに成功しました。いわく全部普通じゃない的な反応で宇宙人を確信した私です。ひげさんやゆかさんに操縦方法を教えていただきたいです、ということで、ひろゆきくん、ひろゆきくん、5番テーブルです。というか本人に聞いてみたいんですけどね、きっと来ないでしょう、 120% 来ないでしょう。そうですか、これは難しいですね。まあね、宇宙人、まあしょうがない、宇宙人だね、これは確かに。あ、こいつ、はい、ということでございまして、お待たせしましたね。ひろゆきさん、人を操縦しようとする方が間違いだと思うんですよね。なので、まあそういう意味で言うと、操縦っていう風に何かこういう風に考えられるっていうよりかは、やっぱりあのご自身の方で、まあ相手の折り合いをつけるっていうんですかね、相手がそういう風にされてるんであればそれを全部飲み込むっていう気持ちの方がいいんじゃないでしょうか、みたいなことをきっと言いたいんだと思います。はーい、ねー、まあまあ僕の方からはちょっとね、申し訳ないですけれども、ハンドリングは無理だよ。すげえやらしい言い方するけど、だって僕もひろゆきくんをなんか持ってきたいとか思ったことないしね。勝手に走って勝手に穴に落ちてるだけだからね、ひろゆきくんがなんかやらかしたとしたら。だからまあいいんじゃないですか。僕の好きな言葉で言うとアガペですよね、一方的な愛っていうのあるじゃないですか。要は見返りを求めるギブアンドテイクではなくギブアンドギブである。これバーニングマンの考えと一緒なんですけど、ギブアンドギブの気持ちでやるといいんじゃないかなって思います。はい、正解進出しますかって聞いたんですけど、しないって答えてました。ここだけ切り寄ってみてください。はいね、ひろゆきさんありがとうございました。はい、いやということで、じゃあ最後もう一回だけアナウンスになるんですけども、来週でございます。友情、出禁になってなければね、これからの1週間以内に、ちょっとした、でまあ、すごい大発表あります。もう、できると思います。できなかったらごめんなさい。時間的にはこのような時間ではないです。あとは配信環境は超適当です。もうスマホ1台で行こうと思ってるので、配信しません、できません、やりません。全然あるとは思うんですが、予定としては18時ぐらい。普段よりも不安定、クオリティをすごく下げてお届けしたいと思っておりますので、そこだけは期待しないでいただければと思います。スペシャルゲスト出るかな、出ると思うんですけどね、出たらいいけどね。まああとはもうきっとね、僕の関わった今までの全てのね、方々の暴露大会も行いたいと思います。はい、
茂さんは牛脂しか食べないんだよねということで、まあそうですね、残念ながら僕はもう牛脂が入ったものしか食べないので、彼はもう牛脂を抜いていただきますよ全て。いやということで、お見逃しなくということでございます。はい、お相手は私ひげでした。おやすみなさい。はい、皆さんチャンネル登録をお済みでしょうか。画面の下赤いチャンネル登録下がってるボタンクリックタップをしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ひろゆきくんのチャンネルも、そしてよければ僕のチャンネルも合わせて登録の方お願いします。さらに登録した後にですねベルボタン出ると思います。通知が飛ぶようになりますので、ぜひ皆さんですね、ベルマークチャンネル登録、そしてよければグッド高評価、こちらの方もよろしくお願いいたします。